名古屋市によりますと、結核の感染が分かったのは市内在住で自営業の40代の男性です。この男性はおととし、12月から軽い咳の症状が見られ、去年10月頃には咳が悪化し、発熱などの症状があり、今年1月に受診したところ、結核と診断されたということです。これを受け、市が。 この男性と接触する機会が多かった同居家族や仕事の関係者の検査を今年1月から行ったところ、3人が結核を発病、7人が感染していたことが分かりました。市はすでに感染者への治療を開始していることなどから、今回の集団感染によって今後さらに感染が広がる可能性は低いとしています。